川勝前知事の辞職に伴う県知事選挙の開票が進んでいます現在鈴木さんと大村さんが激しく競っています SBS の集計による各候補の現在の得票数です元副知事の大村真一さんが38,046票前浜松市長の鈴木康智さんが37,569票 共産党県委員長の森大輔さんが三千六百三十八票。会社役員の浜中さとみさん六百八十六票。自営業の村上武さん五百四十九票。政治団体代表の横山正文さん二百十六票となっています。すでに南伊豆町や松崎町などで開票を終了しています。現在も県内各地で開票が進んでいて。 鈴木さんと大村さんが激しく競っています今回の知事選では自民党が大村さんを推薦立憲民主・国民民主党は鈴木さんを推薦し与野党対決の構図となりました投票率は期日前投票を含めて午後8時時点で52.31%で前回2021年の選挙と比べておよそ0.5ポイントを下回っています 再生判明は今夜遅くになる見通しです。